家ではね頑張って、東大を3人卒業して頑張ってきておりますけどね、私だけ人間じゃないんで、上の生物なんでね、貴族ではありますけどね、人間ってのは非常に頑張りますよね。それは本当に僕以上頑張りますね。ただ能力以上に頑張るんで、体やられて結構なくなるんですね、病気でね、人間たちね。それで悪い、仕事はね、人間たちはねある程度働かさないと絶対働かないです。だから働かすための仕事で生きるような団体ばっかしになっちゃってて、非常に不便ですけどね。だからみんなが分担して同じように働けばいい世の中にはなるんでしょうけど、なかなか難しいですね。あと戦争好きだし、人間の場合はね、やっちゃいけないことをやりますからね。法律も全然守んないし、自分たちの都合に悪いともう全然法律守んないんで、もう嫌になっちゃうですね。全く守りません。契約書作ったってね、都合悪い時はもう絶対聞かないですよ。ちゃんとした契約結んでても。だから力で抑えられる力なけりゃ契約も有効にならないですね。全然意味ない、意味はないけど、同じぐらいの力では契約書を作っていて揉め事がね起きにくくなるからいいですね。ね、同じ子はまたちょっとぐらいの差ぐらいがあった違いの力関係の差があるときは有効になりますね、契約書と。だからそういう時に揉め事が起きにくいから大事なことなんですけどね。しかし本当に人間本当によく働くには働くんだけど、なんでそんな意味のないことを働くのかっていうのばっかしですよ。でその通りやれとかうるさいっていう、のは当然でね、僕も僕の頭でいいんですよ、聞かなくていいんですよ。そういうのがあるということで、後で文句言ってくるでしょ。でこっち危ない思いさせられるの嫌だから、もう全然わかんないんですよ、人間たちって。無能できるんですよね、一生何のプラスもならないことをなぜ働くのかっていうんですね。身近なもの、食い物ですね、そんなもんですね。そんなもの、これはどんな悪いこととか良くないもので手に入れて、方法で手に入れたって、それで動いちゃうんですね、食うためですね。であと脳がちっちゃいから、いろんなことを総合的に見れないからね、もうこの一角でしか見れないんですよね。じゃないとね、ちゃんとした仕事って難しいからできないんですけど、だからもうそれはしょうがないんだけど、脳がもうちょっと大きければね、僕みたいにね、上の生物で、僕 CT スキャナー、アイビブの研究所の中央林間でね、ちょっと事故をした時に撮りましたけど、全然違うんですよ、脳細胞が発達しててね、人間の何百倍も脳が発達してるんでね。人間たちではもう昔から分かってまして、ただ宇宙的にね生きてますから、ね、生物はね、相当若い時は力が弱、子供の時は弱かったんでやられましたね。東京世田谷成城町555番地の高級住宅街に住んでて、学生時代です、若い時住んでた時はもう相当やられました。これその若い時から攻撃食らって、宇宙戦争でやられたけど、まださらに来てるんですね。で
人間まで動け、人間よりか強いのが 敵は宇宙に、宇宙生物いますから、人間も、人間をやっぱり道具にして動かしますし、人間からも動きますよね。相当生物の違いがありますからね。もう幼稚園の時からさっちゃんはね、幸子って言うんだよ、本当だよって。これ幼稚園の時のゆかり幼稚園で正常に住んでた時にね、すぐ近くに大きなマンモス幼稚園があるんですよ。そこで初恋した女の子がいてね、僕とね。そしたらすぐ殺害されちゃったね。仲良くなっていいななんていうようなことがあって、そういう悪いことも人間しましたね。あと19歳の時に、ね、日本将棋連盟の厚木氏の将棋の名人にとって県の新聞に載ったら、日本将棋連盟の支部ね、全部燃やされちゃったんです。そういう事件も僕はね、マスコミに出したということで、ね、怒ってきて世間が燃しちゃったんですよ。名人でね、将棋名人でね。おじが東大の将棋部の副首相をやってて、僕も若い時に、だからその時に東大の首相をやったんですよ。一時だけどね。そういう経歴が僕には持ってますので強いですね。松田電機産業時代にちょっと入り込んで社員で入った時に、松田労働組合の将棋の名人も取りましたね。まあプロよりか強いですけど、私ね、当然上の生物だからね。まあ本当に防衛が、人間全員から防衛しないとやられちゃう、全員がかかってきますからね、戦争以上ですからね。上の生物として宇宙生物